本日の勝利おめでとうございます。今日の試合の振り返りと次の試合向けて一言お願いします。はい、まあ、最終的には PK で、まあ、自分止めることができてよかったですけど、それまでで、まあ、失点の面とで後ろのバック陣を安定させるっていうところでもう少し改善点はあると思うので、そこを次の試合に向けて改善していって、で、まあ、あとは、まあ、次から無失点でこの危ないゲームもなるべくないようにしていきたいなと思います。ありがとうございました。